写真拡大。オリックス 5-3 広島オープン戦16日マツダスタジアム。広島の大瀬良大地投手が16日オリックスとのオープン戦に先発し、6回2失点と好投した。オープン戦4試合目の登板となった右腕は4安打4奪三振。立ち上がりから味方のミスもあり、満塁のピンチを作るなど、4回までは毎回走者を許した。投球数も4回を終了した時点で80球まで達したが、序盤に球数がかさんだのは想定内。ランナーを出しても得点されなければいいという気持ちで投げたと納得の表情だった。新人王以来となるタイトルを獲得した前年、飛躍のきっかけとなった二段モーションの投球フォームから、さらにフォームを改良中という大瀬良。上半身と下半身の連動性が今一つで、強さのないボールになっていたと、足の上げ方や軸足などを意識し、見た目からも変化が感じられるフォームとなっている。投球フォームの修正について、開幕投手が濃厚と言われる右腕は、前回の登板よりも上がってきているし、開幕の時に 100% になるようにやっていきたいと、自身初の大役に意気込みを見せていた。大久保康信。康信大久保。